あとですえー、聖書一日一章の時間となりました。えー、今日は、この聖書の旧約聖書のこの失礼。エチップ時、えー、このモセ五章、えー、と言われる立法の章ですね。五、えーえー、つの章がありますけど、この創世記、えー、この失礼。チップ時、この二番目の章ですね。今日はこの、えー、この失礼。チップト時の三十八章となります。では、早速、失礼。チップ時の三十八章を見ていきます。 えー、この失礼時の38章このタイミングでマスターとのこの YouTube チャンネル登録またコメントといいねボタンとよろしくお願いいたしますはい、えー、感謝いたしますでは失礼致ぶ時の38章ついで彼はアカシア材で全焼、えー、のイケメのための祭壇を作った長さ5キュービット幅5キュービットの四角形で、えー、高さは3キュービット その四隅の上に角を作ったその角はその一部である彼は祭壇に聖堂をかぶせた彼は祭壇のすべての用具すなわち壺銃の鉢肉す刺し皿を作ったその全ての用具を聖堂で作った祭壇のためにその下の方にすなわち祭壇の出っ張りの下で祭壇の高さの半ばに達する聖堂の 網、えー、細工の格子を作った彼は4つの缶を鋳造して聖堂の講師の四隅で棒を通すところとした彼はアカシア材で棒を作りそれに聖堂をかぶせたその棒を祭壇の両側にある缶に通してそれを担ぐようにした祭壇は板で中空,中空に作った 彼はまた彼は聖堂で旋盤をまた聖堂でその台を作った会見の天幕の入り口で包みをした女たちの鏡でそれを作った彼はまた庭を作った南側では庭の掛け幕は1 0ビットのより糸で織った天野でできていた柱は20本その20個の台座は聖堂で柱の鍵と 帯輪は銀であった北側も100キュービットで柱は20歩その20個の台座は正道で柱の鍵と帯輪は銀であった西側には50キュービットの掛け幕があり柱は10歩その台座は10個柱の鍵と帯輪は銀であった前面の東側も50キュービットその片側には十 5キュービットのかけまくがあり柱は3本その台座は3個であった2番の門の,の両側をなすもう一方の片,片側にも15キュービットのかけまくがあり柱は3本台座は3個であった彼の周囲のかけまくは皆より糸で織った天布であった 柱のための台座は青銅で柱の鍵と帯輪は銀それの柱の頭のかぶせ物も銀であったそれで庭の柱は皆銀の帯輪が巻きつけられていた庭の門の幕は収集されたもので青色紫色黄色のより糸とより糸で織った天のとでできていた 長さは2十九ビット、高さあるいは幅は5キュービットで庭の掛け幕に準じていた。その柱は4本、その台座は4個で聖堂であった。その鍵は銀であり、柱の頭のかぶせものと帯輪とは銀であった。ただし、幕屋とその周りの庭の釘は皆聖堂であった。幕屋、すなわち明の幕屋の記録は次の通りである。 これはモーセの命令により調べたもの、祭司アロンの子、イタマルのもとでのレビ人の奉仕である。ユダ部族の古の子である、ウリの子、ベ,アルエルベツヤルエルは主がモーセに命じられたことをことこよく行った。彼とともにダン部族のア,ヒーマアサヒーマクの子、オホリアブがいた。 彼は彫刻をし、設計をするもの、また青色、紫色、緋色のより糸や天布で収集をするものであった。仕事、すなわち聖女のあらゆる仕事のために用いられたすべての金は封建物の金であるが、聖女のシケルで29タラント7三3 0シケルであった。ののうちの登録されたものに、 ものによる銀は聖女のシケルで100タらんと7775シケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖女のシケルの半シケルであって、すべて20歳以上で登録されたものが60万3550人であったからである。聖女の台座とタレーマックの台座等を鋳造するために用いた 銀は100タラントであった。すなわち1個の台座に1タラント100の台座に100タラントであったまた1775シュケルで彼は柱の鍵を作り柱の頭をかぶせ柱に帯輪をつき巻きつけた宝剣物の制度は70タラント2400シュケルであったこれを用いて彼は買い 県の,天幕の入り口の台座聖堂の祭壇とそれにつく聖堂の格子及び祭壇のすべての用具を作ったまた、えー、庭の周りの台座庭の門の台座及び幕屋のすべての釘と庭の周りのすべての釘を作ったはい、えー、感謝いたします失礼10時の38章でした えこの聖書の御言葉をあなたの心に魂にこの聖書をあなたのもとにマサートの聖書一日一章でしたえこのマサートのこの YouTube チャンネル登録またコメントまたいいねボタンとよろしくお願いいたしますまた聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたしますえ次回の聖書一日一章、必ス・エジプトキでお会いいたしましょうマサートでしたシュアゲネスパシャンブルジューシャロムシャロムシャロム